マヌエル・パスキル、1982年3月13日大は、イタリア・ベネト州ベネツィア県サンドナディピアーベ出身のサッカー選手。エンポリ FC 所属。ポジションはディフェンダー。元イタリア代表。1994年、12歳の時から、地元クラブのリベンティーナ・コルグヘンゼにてサッカーを学ぶ。14歳で地元を離れ、イタリア南部のレッジーナに移籍。1996から1999シーズンの2シーズンを同クラブにプリマベーラに上がる直前まで所属した。1999から2000シーズンに実質アマチュアリーグであるセリエ D のデルソナ会 BC でキャリアをスタートさせる。17歳ながら15試合に出場する。翌年2000から01シーズンに同カテゴリの AC ポルデノンに移籍。レギュラーとして30試合に出場し、初得点も挙げる。2001年7月に、当時、セリエ C1 に所属していた、トレビーゾ FC に移籍し、公式戦に2試合出場し、プロデビューを果たす。2002年1月に、同カテゴリの AC アレッツォに移籍。2005年まで在籍し、公式戦に60試合出場し、1得点している。2004年に所属していたアレッツォが、セリエ B に昇格すると、当時22歳にして、チームのキャプテンを務め、クオリティの高いプレーを披露していた、パスクアルは、セリエ A のスカウト陣の目の止まるところとなる。ユベントス等、多くのクラブが獲得に動いたと言われている。2005年7月、共同保有権を獲得したフィオレンティーナに移籍。当初、同時期に、クラブが、AC ミランから獲得したジュゼッペ・パンカロの控えと見られていたが、いざシーズンが始まると、わずか数試合でレギュラーポジションを獲得してみせた。セリエ A デビュー1年目は、このシーズンに31得点を上げセリエ A 得点王となったルカ・トーニに、左サイドから正確なクロスを供給し、多くのアシストを記録した。当初、チェーザレ・プランデッリ監督が課題として挙げていた。守備面での貢献は、シーズンが進むにつれて改善していく。その後、チームの躍進とともにパスクアルの名は、イタリア全国に広がり、ついに、イタリア代表に招集される。無名時代からセリエ A デビューを経て、わずか数ヶ月で、イタリア代表にまで上り詰めた実力はものだと、確信したフィオレンティーナの幹部は、シーズン終了後に保有権のすべてを買い取ることを決断する。このシーズンは35試合に出場し、1得点を挙げている。2006年7月、カルチョスキャンダルに揺れたクラブの下中にいたパスクアルは、セリエ B の降格の可能性もあったクラブに対し、いち早く残留を希望し、イタリア代表にまで育ててくれたクラブに恩義を示した。クラブ側はそれに応えるように、当時多くのクラブが注目していた、パスクアルの完全保有権を入札により、アレッツォから獲得した。このシーズンは、フィオレンティーナの左サイドバックのレギュラーとして30試合に出場。DF ラインの一員として、チームのシーズン最小失点に貢献している。2007年夏には、同ポジションのフェデリコ・バルザレッティが、ユベントスから移籍してきたが、監督のチェーザレ・プランデッリからの信頼は絶大であり、シーズン前半は、レギュラーポジションを守っていた。しかしチームはプレシーズンに移籍していったルカ・トーニの穴を埋めるべく様々なシステムを施行。徐々にクロス主体の戦術からショートパス主体の戦術になり、2007から08シーズン後半はドリブルの技術面で分があったマッシモ・ゴッピにポジションを奪われることになった。2008から09シーズン、クラブは UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得を受けて、大型補強を敢行、前年度のセリエ A 最優秀ディフェンダー賞にノミネートされたフアン・マヌエル・バルガスを得る。これによって、パスクアルは、ゴッピと共に一つのポジションを3人で争うことになった。限られた出場機会であったが、バルガスがサイドハーフにポジションを上げたことや、新加入したアルベルト・ジラルディーノとの相性の良さもあり、徐々に調子を上げていく。試合数も増えたことにより、シーズン後半は、ゴッピとのターンオーバーで、プランデッリ監督の信頼を再び戻す。セリエ C1 でプレーしていた21歳の頃までは、全くの無名の選手であったが、23歳でセリエ A のフィオレンティーナのスポーツディレクターパンタレオ・コルビーノにスカウトされ同クラブに移籍すると、柴たたく間にレギュラーポジションをつかみ、セリエ A デビューからわずか1年で、イタリア代表に招集されたシンデレラボーイである。正確で速いクロスを蹴ることができる、左サイドバックをポジションとする選手であり、カーブのかかったフリーキックも持ち味である。アシスト能力が高く、スピードや運動量といったフィジカル面も優れている。セリエ A デビュー当初はその高い攻撃能力に対し、守備能力には改善の余地があったが、後に豊富な運動量を生かした献身的な守備で、チームの最終ラインを支えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。